こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。今日のテーマはこちらです。クリーンアップ、ゴミ箱収納のカウンター裏。この内容、前回に実はお届けしてるんですよね。クリーンアップのセントロ、高級キッチンなのに、実はこのダストボックスのカウンターの裏、店員たの言わない裏話、こちらの約1ヶ月半くらい前の動画なんですけれども、その続報という形になります。まだ見てない方、概要欄にリンク貼っておきますね。こちら、キッチンの後ろのこのカップボード、ダストボックスなんですが、こんな形でもう丸々オープンしている形なんですが、このカウンターの裏、これ実際に見てみるとですけれど、この部分、こちら、なんとなんと、隣のキャビネットとキャビネットのこれ、側板の部分のこの部分、なんとスカスカで酸が見える状態。残念。これって、高級キッチン？もったいない。そんな声がやってきてたんですよね。で、この内容、メーカーの方に今一度確認して、そしてリフォーム会社としても、いや、メーカーの商品だから触れないよ、みたいなことのお話があったんですが、今一度この確認がどうなるのか、一応持ち帰りますねというお話で、1ヶ月半が経ったんです。山さん、こんにちは。結果報告、続報です。あれから、前回の動画から約1ヶ月半経っても、実は何の連絡もなく、やっと先週説明に来られました。メーカーもなんて答えようか、リフォーム会社もどう対応しようか、ちょっと時間を置きながら、まあちょっと様子伺いでしょうか。で、メーカーは結論、正規品です。結果、クリーンアップからの対応はやはりないということで、リフォーム会社の方で追加工事の見積もり書が提示されました。そうですよね。まあ、山さんも言ってたのは、なんかもう閉じてもらうして最悪ないんじゃないかなと。これ、メーカーとして閉じてしまうと、他の現場も全部メーカーが閉じないといけないっていうことになってきますんでね。その良い悪いは別として。で、今後はもしかするとメーカー仕様変更するかもしれませんけど、まずはリフォーム会社の方でこれ閉じるという形で、その追加工事5万円。15ミリの化粧合板での見積もりは約4万9500円。プラス税。そして工事施工費で5万円。下ぐのにかかる。いやー、その時ですよ。娘。これを知った娘が、じゃあやってみるよ。ホームセンターで0.3ミリの化粧板を購入して、カウンター下のサイズ、ちゃんと測ってたんですね。ホームセンターの加工で2辺カットしてもらい、そのサイズに切りました。賢いですね。今、ホームセンターこういうサービスやってますからね。で、次にカウンター下4箇所のこの白いこの留め金具の位置を鉛筆で横板に印をつけてネジを外します。1ギメちゃんと間違えないように元の3ギがありますからね。で、天板と横の板ではネジの長さが異なるので、この側板とそれから上のビス、それぞれの長さが違う。一緒に混在しないようにこれが大きなポイント。そして次に、天板の見えていた横三儀に、おなじみの木工ボンドを手で塗りたくり、きれいにね、くまなく。下に落ちてくるので、新聞紙は養生として使いました。化粧合板0.3ミリを当てて、頭のてっぽんで押さえながら、留め金具を元にあった位置にネジ止めします。器用ですね、娘さん。素晴らしい。働いていけるんじゃないですか。0.3ミリの板なので、ネジはそのまま使えました。素晴らしいですね。しばらく押さえていれば良いのですが、なんせ窮屈な場所。そうですね。ゴミ箱収納の位置ですからね。あそこに頭を入れる。なかなか大変。0.3ミリと薄い板なので、奥が少したわんできたので、1本だけ家にあった平ビスを奥の真ん中に打ち込みました。いやー、いいんじゃないでしょうか。結構ぴったりとハマっていたので、これやっぱりちゃんとしっかりとした寸法、ホームセンターで切ってもらっていいですね。必要はむしろなかったんですが、はい。あまりのコーキング剤が家にあったので、面白いですね。色がベージュで合わなかったので、横はしませんでしたが、一回打ってみたということですね、隙間。そして、DIY 工事は2278円。化粧板2078円。2辺カットで200円。手持ちのボンドと平ビス1本で完成しました。素晴らしいですね。空いてるところが虫サイズではなくネズミも入れるような隙間なので、もともとが。これで、このビフォアのこの隙間、そうですね、ゴキブリどころか大きな、もうネズミだって入りますもんね。アフター、くまなく、隙間なく、そして綺麗に元の金具で閉じているじゃないですか。素晴らしい。隙間なく防いだこの娘の素晴らしい工事。
ちなみにおまけですが、前回の動画でもお届けした食洗機の上の隙間、横がホールのために釘が打てない。問題は L 字の金具に磁石をつけて、なんとか見た目防ぎました。ああ、もともとこれ、星崎の食洗機は自分が使っていた内容だったんですよね。もともと使ってた。で、これを空間だけ開けていて再設置してもらったと。で、ただ、この空間空いている。放浪なので微数字できない。で、これが空間としてちょっとかっこ悪いな、どうしようということで、これもカスタマイズアフター。あら、どうしたんでしょうか？それがまさしくマグネットのところで、このくっつけたということですね。ついでに、面材のこの白い板がキッチンの白色と微妙に合わなかったので、放浪の部分ですね。思い切ってタイル調シールを貼ってみたところ、かわいい感じになりました。自己満足です。いやいや、素晴らしい。なんか、デコな。写真で違い分かりますかね？非常に分かります。逆にこうアクセントになりますよね、このあたり。こんな感じで、かわいい。山さんに相談したゴミ箱置き場のカウンター下の隙間の問題、どうしようかと思っている方が一人でもおられましたら、ぜひ参考になると思います。ありがとうございます。まあ、何よりね、この動画を見ている多分メーカーの方、それから工務店の方、あ、自分でこういうふうに気をつけないといけない。こういった形で困っている方がいらっしゃる。ぜひメーカーでこういった対応をどうするのか、多分設計変更に今後なるんじゃないですか。そういった方はね、やっぱファーストペンギンじゃないですけど、こういうふうにしましたよっていうことを、やっぱりこう、ユーザーの声を何で聞くと、これを作ってるメーカーも、これを聞いている工務店も、かわいそう、なんか対応できるんじゃないのっていうふうに思っちゃうんですね。そういった面では非常に、このシェアしていただいて、苦労されたのが生きるんではないでしょうか。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になっていただいて QR コード読んでもらうだけで、ぜひこのリホナビ追加してみてくださいね。リホナビ友の会 LINE サービスコミュニティ、リホナビ教室、YouTube ブログ、インスタ、こちらの方のコンテンツ1300以上、日々集まるリアルな声、リホナビライブラリー、こちらの方によくある質問を入れています。ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。動画をブログ形式に約800本、どしどし、こちらの方追加中。LINE 登録、まずはこのタイトルのとこポチッと触って LINE で気軽に聞いてみよう。もしくはこの QR コード、テレビで見ている方、こちらの方を読んでみてくださいね。ということで、今日はカウンターの続報、カウンター裏覗いたら、なんでこんな商品なの？そんな内容からリカバリーした、娘さん素晴らしい、動画シェアありがとうございます。いきますよ。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。裏今度変わったら教えてくださいね。